こんにちは、書評家の三宅佳穂です。今回はですね、ちょっとゲストに来ていただきました。YouTube もやられてて編集者さんの、佐渡島さんです。よろしくお願いします。ちょっと佐渡島さんのチャンネルの方でも私も出させていただいたんですけれども、ちょっと今回ですね、押山観光記念企画ということで、いろんな人に押し本を聞いて回ってるんですけど、佐渡島さんってこう漫画のまあ編集者でもありますけど、こうすごい文学とかも結構読まれてるイメージがあって。そうですね、僕はもう講談社入った時は群像に行きたいって主張してたから、ね、そうなんですね。第一希望群像、第二希望群像、第三希望群像って書きましたからね。結構がっつり群像、はい、なんかそれで入ったのは群像だったんですか？いや、入ったのはモーニング。全然違う。若者は金を稼げと。なるほど。ちなみに群像で誰編集担当したいみたいなの言ってたんですか？第2、第3の村上春樹を見つけたい、はい、それは講談社だ、うん、なるほど。そのなんていうんですかね、純文学でもありながら多くの人に読まれるものっていう視点で作りたいなと思ってたし、あと三浦正史さんとか、はいはいはい、もちろん三浦正史さんの評論が僕大好きで、身体の零度とか、はい、青春の終焉とかああいうのが好きで、うん、確か青春の終焉が群像だったじゃないですか、とかっていうのもあって、そう、なんか佐渡島さんって文学青年のイメージがあんまりないんじゃないかと思うんですけど、そうですか。僕ね、読書会やってるけど、読書会はもうベケットとか、相当難易度高いのばっかり読んでますよ。本当ですね。楽しそう。なんかそのこうこの本がすごい好きだったとか、なんか推し本というかありますか？何か。そうですね。だからもう子供時代、小学生の頃はミヒャレンデです。赤いね、果てしない物語が大好きだし。確かに私最近果てしない物語を読み返して。なんていい話なんだっていうのを感動したんですよ。エンデは大好きだし、指輪物語、ナルニア国物語も大好きで、指輪物語なんかは1冊1万円ぐらいするね、すごい大きい豪華本を買ったりして、それを貯めてたりとか。その島さんって海外にいらっしゃったんですよ、まあ、ね、中学の時に。あ、中学校の時か。で、中学の時に南アフリカのヨハネスブルクっていうところに行って、そこはね、日本人学校だったんですけど、はい、そこの図書館からしかね、本借りれないから、いろいろ全集を読んだりとかして、文学青年が、そう、そこでね、まあ、その時は本当マニアックなもん読んでましたよ。その、まあ、夏目漱石とかね、森鴎外とかも読むんですけど、梅崎春夫とか、あるんですね、そのそう、日本人学校の図書館はね、そういうしっかりとしたものが逆にある感じで、そういうのをじっくり読みながらも、ただね、そういう時はすごく時間もあったので、その小学生の頃はね、さっき言ったファンタジーの他にルパンとかシャーロック・ホームズとか、そういうのをすごく読んでて、で、中学の時には、デュマの三重詩とか、あれも読み出したらすごい長いんで、めちゃめちゃ長いんですよ。多分デュマの三重詩ってなんかそのなんていうんですかね、二次創作の方が結構有名というか、まあなんか人形劇だったり、アニメだったり、映画だったりっていう舞台だったり、なんかそのなんですかね、あれの話を元にした結構こうものが有名な気がするんですけど、原作めちゃめちゃ長いんですよね。だからもう吉川英治とか山岡宗八より長いぐらいの感じがあって、本当に長い。それをせっせと読んでて、でもね、ずっとあれ読み続けれるぐらい、なんていうんですか、ずっとなんかハラハラドキドキすることが起きてるんですよね。確かに、なんか暗屈のとかもめちゃくちゃ長いですもんね、本当に。そういうの読んでたし、そう、なんかこう、その、なんだろうな、こう自分の中で手当たり次第読むって感じだったんですか、それともこの、こういう話が好きみたいな基準というか好みはあったんですか？こういう話が好きっていうのはあって、まあ、僕遠藤周作とかがすごく好きなんですけどね、沈黙とかもそうだけど、みんなが自分の弱さと向き合う、単なる強さを目指すっていうよりも裏切りだったりだとか、確かにそのをしてしまう、
もうそこからある種裏切りたいと思って裏切るっていうよりも、恐怖心から裏切りの方から逃れられない、だから裏切らない道を進んでも地獄、裏切る道を進んでも地獄っていう2つの地獄から選ばないといけないみたいなところで葛藤する主人公たちとかネゴスっていうのは、なんかその弱さと向き合うところっていうのもすごく好きで、そのなんか好みっていうのはやっぱこうなんだろう、そういう話の方が自分の中にこうグッとくるものがあったんですか、ね、うん、そうですね、そういうのがだから好きで、例えばね、山本周五郎の「もみの木は残った」ってあるじゃないですか、はい、ありますね、ああいう感じで、誰からも理解されないけれども、自分の信念のために頑張るっていう主人公がいるっていうのも、あの大好きな鉄板ですね。なんかそのこう結構孤独な方が好きってことですか、主人公が周りから理解されてなかったりとか、周りに理解するように振る舞えない、理解してほしいんだけど、そういうふうにうまく振る舞えない環境に置かれちゃってるっていうのが好きで、ディケンズなんかもよくそういう環境を作るから、ディケンズの主人公に対してあの読者が、ね、読みながら、お前それやっちゃったそれダメなんだよっていう気持ちになりながら誰か言ってあげて、でもお前が言えない気持ちも分かるけど言ってあげてっていう悪者ですもんね、結婚ディケンズの主人公ってね、あれが好きです。ピカレスクロマン好き、確かに私ちっちゃい頃にあのクリスマスキャロルを初めて読んだ時に、なんか本当岩波の少年文庫みたいな児童文学だったんですけど、なんか児童文学って基本的になんだろう、こういい人が主人公なことが多いじゃないですか、だからなんかなんでこんな悪いじいさんが主人公なんだろうってすごい思った思い出が今蘇りました。確かになんかそういう好みって今の仕事でも結構こう直結してたりとかするんですか？もろ直結してて、さっきの、あの自分は努力してるんだけれども、周りに言えない事情があって、その誤解の中で頑張るっていうのなんかは、ムッタがその宇宙兄弟でね、ムッタがセリカさんのために ISS を存続するように、あの活動してるんだけど、なぜかセリカさんから、ISS を潰す活動をしてるっていうふうに勘違いされちゃってて、その誤解が解けない中頑張るみたいな、確かにあって、あの小山さんにさっきみたいに大雑把なリクエスト、僕こういうのが好きよ、みたいみたいなことを言うと考えてくれるんです。すごい、宇宙兄弟のディケンズだったんですね。そうだから編集者っていうのは自分がどういう話の展開が好きかとかをすごく言って、その上でその作家の人に声で読みたいって言うと、作家の人がね、作家の人もね、別に作品の初期のタイミングでは自分のやりたいをどんどん入れるんだけど、確かに連載とか続いてくると、それ繰り返してもなってなるから、でも確かに好きなパターン決まってきちゃいそうですよね。だから他人の好きを教えてほしいっていう風になるから、面白い。いい編集者っていうのは、自分はこのパターンが好きとか、このキャラクターが好きっていうのを、その言語化できてる。なるほどね。だからある種いい編集者ってね、作品を直すのがうまいっていうよりも、感想がうまいっていう、ことだから、そうだからね、あの押し屋場は、僕はクリエイターのね、その初期の成長のためにヒントになることがいっぱいあるっていうふうに言ったんですけど、同時に編集者が作家に感想を言うための練習するためにこの軸でその感想を言うといいよっていうのに使えるかなと思います、ありがとうございます。確かに私あのこの本を書いてから、あのさ YouTube でそのこの、押し山 の編集者さんに出てもらうっていう企画があって、その中でなんか押し山のその感想をいつも送るのめっちゃ緊張したって言われました、担当編集の方に、ね、言われた通りのことができてるかどうかっていう感想はテストみたいな感じですからね。なんか理解できてるかどうかを試されてる気持ちになりましたって言われたんですけど、でも確かになんか編集者の方とかもまあまあそうですし、なんかこう自分のやっぱりなんだろう、こう好きをこう伝える技術って、なんか SNS とか、あとまあメールとかが
こう利用度が上がれば上がるほど結構ねそれを試される機会が増える気がするので、うん、なんかそういう意味でも確かに編集者の方にもおすすめなのかもしれないです。そう思います。ありがとうございます。じゃあちょっと最後になんかこうこの本を今なんかまあこのチャンネル見てる方でもちょっとおすすめしたいみたいな何か一作品ありますか？やっぱりね自分が編集してる作品っていうのはね、うん、どん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 いい感じに話が転がっていくと大プッシュしたくなるんですけど、うんはい、ザクザクロさんのね、はい、クリオネの初恋っていう作品が今ね、はい、ツイッターで連載してるんですよ、ねはいはい彼女のツイッターで連載してちょっと貼りますリンクをぜひぜひ、はい、先読みしたい場合はね有料でノートで出してるっていう形でやってて、はい、それはね僕はすごくおすすめです、ね、どこら辺がちなみにおすすめポイントなんですか？2人のね、はい、女子が、うん、2人ともその片方は勉強ができる、はい、片方はもうほとんど学校に行かないっていう、うん、2人とも居場所がない、うん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 、その中学生なんですけれどもお互いを友人だと思って、うん、居場所を見つけてくるんですよ、ねうん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 、なんだけれども友情だと思って付き合いだしたら、はい、どうも自分にとってこれは友情じゃないと、うん、愛情だっていうふうに気づいていく中で、うん、へせっかく見つけた居場所を、うん、自分の本能が壊そうとしてる。なるほどね、うん、その段階ですでにちょっとグッときたの で, そうです、ね、読みたいみたいなでも確かにいい話しそうなのでちょっと読みます。結構ね読み応えがあります。ちょっとじゃあ今も続いてるってことですね。続いてます。まだ始まったばっかり。了解です。ちょっとじゃあ読みますので、うん、概要欄にリンクも貼りますので、はい、ちょっと皆さんも読んでください。ありがとうございます。ちょっと佐渡島さんの推し文学を聞くのもなかなか皆さん機会がないと思うのでぜひまた佐渡島さんの YouTube チャンネルにも出てるのでそちらもぜひ見てみてください、はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。